やっほー、アミです。はい、今回は、ちゃんと服は着てます。今回はね、ちょっとあの R の雑誌があるんですけど、そのモデルさんが可愛かったので、それに似せたような感じのオフェロ抜け感メイクをしてみました。で、いつもセミマットとか、あとマット系のメイクをしてるんですけど、今回はね、ほらこんな感じで結構ツヤっぽいメイクをしてみました。このメイクの過程で5、6個ぐらいポイントを一つ一つ説明してるので、一緒に動画を最後まで進めながら見てみてください。じゃあ早速すっぴんになってきます。早速メイクしていくんですけど、ツヤ系にしようと思って、下地の方から説明していこうかなと思ってます。今回ちょっと薄付きにしたくて、じゃあまず最初にこちらのボリカの崩れ防止美容液ケアベースを塗っていきます。最近使い始めたんですけどね、なんかこういう感じで結構ミルキーな色で肌に結構馴染みやすくて、広がりがすごいいいんですけど、その分ちゃんとトーンアップもしてくれるのと、あと塗った後に肌から浮かないのが私すごく気に入ってて、これは夏とか、あと冬とかでも結構使えると思う。なんかまだ冬の時期になって使ったことないからわかんないけど、乾燥肌の人だったらこのボリカの美容液ケアベース結構いいかもしれないです。最近さ、この口周りがすごい荒れてて、多分睡眠不足なのと、あと食事バランスが悪いから荒れ始めたのかなって思うんだけど、やっぱり寝れないし、その自分でご飯を作らんといけんから、その管理をするのがすごい大変なの。じゃあこんな感じで濡れたので、次このポーラー&ジョーのモイスチャーライジングファンデーションプライマーを塗っていきます。多分これから先私がメイクしていく上でも絶対使うであろうなっていう化粧品です。こんな感じでね、結構水っぽいんですけど、しっかりカバーもあるし、日焼け止めもついてるから、塗った感じは結構ね、軽いんですけど、しっかりカバー力もあるし、ものによってはラメが入ってるやつもあるから、その自分に合った色を選んで、あとラメ、私はないのが好きなのでなしにしてるんですけどね、全然ラメありのやつとかでも肌がトーンアップして綺麗に見えると思うから、初めてメイクする人とかだったらポール&ジョー買ってた方が私はいいと思う。あと RMK とかも結構いいって言うんですけど、まだ買ったことがないから、買いたいなって思ってるんですけど、まだポール&ジョーをさ、ずっと使ってるから、他のところに行ってもポール&ジョーに戻るんだろうなって感じ。この時期さ、季節の変わり目、さっきマネージャーと話してたんだけど、季節の変わり目ですごい肌が荒れやすいって聞いてたから、季節の変わり目で私の肌荒れてるんかってちょっと納得してるのもある。梅雨本当にさ、ジメジメするし、なんか毛穴という毛穴に皮脂が溜まってる感じがしてすっごい嫌。はい、こんな感じでね、ちょっと肌はすっぴんに近い、自分の肌の色に近い感じで仕上げていこうと思ってるので、全体的なカバーはこれで終わりです。あとポイントでちょっと塗っていくんですけど、このヘラのね、ブラシのコンシーラーを使って涙袋とかのね、くすみの部分を隠していこうと思います。これも結構ね、カバー力がそんなにめっちゃあるってわけじゃないから、ナチュラルに消してくれるの。だからスクールメイクとか、濃いメイクをしてるっていうのがあんまり好きじゃない人とかだったら、これはおすすめです。あと筆だからすごい描きやすいの。眉毛のラインとか結構綺麗に隠せるから、無理にカバーしようとすると結構悪目立ちするから、肌はもう自分のケアが悪かったっていうことで諦めて、その日のメイクはもう薄くするように最近心がけてる。仕事っていうか、撮影がない休みの日に家で寝てたんやけど、えぐい夢見てさ、渋谷のスクランブルスクエアっていうのかな、そこのところでヤクザみたいな人たちに正座させられてて、で質問したことに素直に答えないと後ろの屋上にいる人からなんか夢で刺されるからって言って、えって思って後ろ見たら、しっかりクロスボウみたいなやつで構えてんの。多分荒野行動のしすぎでそういう夢を見たいと思うけど、だからさ、その夢の中で何を質問されたのか分かんないんだけど、ちゃんと答えてたの。ちゃんと答えたのにもかかわらず、なんか思いっきり 3回ぐらい思いっきり刺されとってさ、その刺された感じの感覚が全然あったから、なんか夢か現実か分からんくなって、多分東京その上京してきたストレスと、その荒野行動のしすぎのそのダブルパンチですごい変な夢を見たっていう。でもなんか面白かったから LINE で友達にいっぱい言いました。はい、じゃあこんな感じで、ファンデーションとコンシーラーが終わったので、今回ちょっと軽めにパウダーをしたくて、このエレガンスのね6番を使っていくんですけど、ちょっとパフでやっちゃうと結構ついちゃうので、今回はブラシを使って主に T ゾーンと、あとここの U ゾーン、皮脂がいっぱい出てくるところを主にしていきます。 T ゾーンと目元を少し、こ
ここのさ、くぼみの部分あるでしょ、ここはね、ノーズシャドウ描くときにベタついてたら結構ね、汚い影ができちゃうから、この目元周り、この T ゾーンの、まあ、幅広い範囲のところは結構しっかりめにパウダーをつけた方がいいと思う。ほっぺたとかはさ、そんな、なんだろう、めっちゃ油が出てくるってわけじゃないから、本当にここは軽めで大丈夫。もうポン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 ってさっき T ゾーンとかに塗った粉を、その残ったやつをほっぺたとかに置く感覚で大丈夫です。もうこれぐらい本当に薄くて大丈夫で、今裸眼なんですけど、ちょっと後でねカラコンをつけようと思ってて、まあどっちがいいか分かんないんですけど、マネージャーと相談しながらどうするかちょっと決めていこうと思います。はい、こんな感じでベースメイクが完成しました。じゃあ眉毛描いていこうかな。眉毛がさ、なんか私結構ねバランスが悪くて、ここが結構濃くてここが結構薄いんやけど、なんかバランスを良くしたいってなったら、なんかここに何も触らず、ここの眉尻カラーのところを形作った方がいいのかなと思ってね、今回はペンシルで形を作っていこうかなって思って、今回はねケイトのアイブロウペンシルを久々に使っていきたいと思います。髪の毛が結構暗めの色を使うと悪目立ちするかなと思って、このケイトの自然な茶色の色味を使ってメイクしていこうと思います。眉山がさ、なんか思ったより自分早いところにあるから、この黄金比でやったら、だから今回はちょっと自然になるようにそこから合わせて描いていきます。私はケイトを使ってるんですけど、なんかそのケイトでもやっぱり描きにくいとか太いって感じる人は、あのセザンヌのめちゃくちゃ細いペンシルがあるらしいので、そのペンシルを使って描いてみるのもいいと思う。私この間初めてセザンヌで化粧品を買ったんですけども、安すぎてびっくりした、マジで。チークとか300円で売ってるんやと思って、なんか基本的に3000とか1000円ぐらいと思ってたもん。300円とかで売ってたから、これは学生に優しいし、その人気出るわと思った。プチプラで安い値段でさ化粧品買って、それでメイクうまくいったらさ、なんか嬉しいじゃん。眉毛は本当に真剣モードだからね私。 OK、 描けた。このペンシルで描いて空いてる部分あるじゃないですか、この毛と毛の間の隙間、これをアイブロウパウダーを使って埋めていきます。このヘラのアイブロウパウダーなんですけど、今回はこの真ん中の一番薄い色だけを使っていきます。隙間を埋める感覚でいいから。 OK、 はい、こんな感じで眉毛が形作れました。眉毛の太さは左右非対称だからな、しゃあないんだけど、うん、こんな感じ。じゃあ眉マスカラをしていきます。最近ヘビーローテーションのなんだっけ、アッシュブラウンを使ってたんですけど、ちょっとキルブローに戻ろうと思ってね、キルブローの眉マスカラを使っていきます。これは多分赤みがある髪の毛の人だとか、あとマロン系の髪色をしてる人、だから私がロングだった時の投稿を遡ったら分かるんですけど、その時ぐらいの髪色の人にぴったしだと思います。あとこんな感じでね、結構ブラシがちっちゃいので細かいところまで塗れるから、あの私はすごい好きです、これ。あとこんな感じで取っ手が結構長いので本当に塗りやすい。うわ、なんか短い眉毛がピョンってなってる、あんま分からんかはい、眉毛がこんな感じで完成しました。私結構ね眉毛本当に得意じゃないから頑張って練習してる。はい、じゃあこのままノーズシャドウに移ります。ノーズシャドウは今回ちょっとねナチュラルにしていこうと思って、いつもと同じこのアートクラスをね使っていきます。なんかシェーディングってさ、なんか他にもいっぱい色があると思うんですけど、なんかやっぱり一周回ってアートクラスに戻っちゃうわけ自分がね、だからなんかこの他のシェーディングを買おうと思うんだけど、まあアートクラスあるしいいかなって思って結局諦めちゃうんですよ。もうそれぐらいアートクラスはすごい気に入ってる。ダシャちゃん、ダシャターロンって子がいるんですけど、そのロシアのねモデルさんがいるんですけど、でその人がすごい大好きで、その人が使ってたから買ったっていうのもあるんですけど、まあやっぱりねなんかすごい粉質がちゃんとしてるのと、薄い色を使ってもちゃんと発色をしてくれるので、アートクラスは本当に人気があるなって思います。なんか他にもチークとかハイライトとかいろんな種類があるんですよ。で最近アイシャドウが出たらしくて、私新大久保にそれを見つけたんですけど、見つけた日に全然なんだろう、お金を持って行ってなくて買えなかったんで、まあ、次行った時にちょっと買おうかなって思ってます。はい、ノーズシャドウはさっき言ったねこのパウダーをしっかりつけたこの鼻のね根元の部分を形を作っていきます。ここの部分ゆるい逆 C カーブを描く感じかな。基本的に鼻の形ってさ、ここの始まりとここの終わり
とこのなんだろう、まあ、高さも必要だと思うんだけど、正直マスクしてたらさ、ここしか見えないわけだから、このここさえしっかりしとけば、このマスク生活でその鼻のメイクに困ることはないと思う。ここのね、鼻の部分、なんか最近自己肯定感を頑張って高めようと思って、もともと自分のことすごい嫌いだったんですよ。性格も顔も全部嫌いで、でもなんか自分のことを好きになりたいっていう気持ちはあったんですよ。最近、まあ、仕事 YouTube をしてるし、みんなにも発信、私が発信してる側だから、まあ、やっぱり自分を好きにならないといけないし、何もかも諦めちゃいけないなって思って、最近本読んだんですけど、その本が自分の中でものすごくためになって、与えられたものは受け入れるっていうのと、すぐやめてもいいけど挑戦しないっていうことは絶対いけないっていうのと、自分を信じてみるっていう、そういう言葉がいっぱい書いてるんですけどね。その自分がしたい仕事に対して自分が求めてる成果が出なかった場合って、必ず自分が悪いわけになるんですよ。稀にそのお互いが悪かったっていう場合もあるんですけど、その仕事量に対して自分がちゃんとそれに見合った仕事をしているのかとか、ちゃんとそういう仕事量を一生懸命しているかって言われた時に、あ、自分確かに気抜いてるかもしれないと思って、自分が目指してるものが高ければ高いほど、自分のそういう、なんだろう、しないといけないことも高めていかないとなって思って、最近ちょっとね、なんか頑張ろうと思って、いろいろそのメイクの勉強とか、自分を好きになるようにね、そういうなんか食事のこととか気をつけるようになりました。でもまだまだ、なんだろう、めっちゃ好きっていうわけではないし、落ち込むとこもあるけど、まあ、そういう時は友達に会ったりして気を紛らわせるのが一番やなって思ってます。はい、こんな感じでノーズシャドウが描けました。でここからアイメイクに移っていくんですけど、私イエベなんですけど、最近ね、自分でなんかブルベでもいけんじゃねえかと思って、ピンクの色になれようと思ってピンク色を今回使っていこうと思うんですけど、クリオのプロアイパレットのこの色味のやつと、これはまあイエベさん寄りなんですけど、ちょっとこのアイパレット2つ使ってメイクをしていこうと思います。まず最初にアイホール3分の2あたりまでを、この色を使ってアイホール3分の2あたりぐらいまでを薄く、本当に薄く色をのせていきます。なんかあくまでナチュラル感を出したいから、なんだろう、オフェロメイクっていうか、なんかお風呂上がりに近いような、なんか色気があるメイクをしたいから、アイシャドウは濃くせず自分のパーツを活かしたメイクを今回は取り入れようかなって思って、はい、こんな感じでこっちが塗れました。本当にさ、ナチュラルでしょ。こうやって手の上にこうやって乗せたりして色味を確認したりとか、クリオのアイシャドウパレットはね、結構色はつくんですけど、ちょっと粉っぽいから飛びやすいんですよ、粉が。だから、まあ、手の上に置いて粉量を調節したり、あと色を混ぜたりしてね、絵の具のパレットみたいな感覚で自分の手を使ったらいいかなって思います。はい、こんな感じでできたら、次はこのピンクっぽい色があるんですけど、この色とこの2色を混ぜてね、この二重幅のところから涙袋のこの部分をこの2色を混ぜて幅広く塗っていきます。これはちょっと若干ちっちゃめの筆を使った方がいいかもしれないね。なんか直接手にのせた感じだとちょっとピンクっていうよりかは、なんだろう、ピーチカラーに近い、今着てる服の色に近いんですよ。これよりもうちょっと薄いかなぐらいです。これをこの二重幅から涙袋のところね、今回私メインにしたいのがさ、唇の色なんだけど、普段私結構セミマットっていうか、まあマットに近い色を塗ってるんですけど、今回はもうザ・グロスっていう感じのツヤをね、のせていくので、似合うか分からないけど、自分のしたいことはしたいから、まあ挑戦あるのって感じやな。でも自分の YouTube 家に帰ってから見返してたんですけど、あれだね、喋り方が下手くそすぎる、本当に日本語が下手くそすぎる。はい、こんな感じでできたら、上にラメをのせたくて、この色あるんですけど、これをね、軽く手に取って薄く伸ばします。クリオのアイシャドウパレットはさ、色ちゃんと発色するプラスラメがすんごいつくんですよ。今回はちょっと全体的に塗っていこうと思ってます。こんな感じです。そのままちょっとアイラインに移っていきたいんですけど、先にこの目頭の部分を完成させたくて、今回このキャンメイクのね、クリーミータッチライナーを使っていきます。ちょっとオレンジがかってる感じです。これでこの上のこの中の部分を塗ります。目頭あたりの粘膜の近いところ、
下の部分はなんか若干薄くしながら黒目の下あたりまで塗っていく。多分ビフォーとアフターあんまり変わんないと思うんですけど、近くで見るとね、ここにオレンジの色が乗ってるから、なんかさ、目の周りが赤かったら血色感が出るじゃん。だからそれに合わせた感じで、この粘膜の部分にそのオレンジ系だとかピンク系のカラーを乗せるだけでも全く変わってくるので、こういう感じで粘膜の部分に柔らかい芯のやつを使ったりすると結構垢抜けできるかなって思います。じゃあこのままアイライナーを引いていきたいと思うんですけど、今回ちょっとラブライナーのいつも使ってる色を使ってナチュラルに引いていきます。この感じ、もう本当にナチュラルに線を引くだけ。もうちょっと長くてもいいかも。もうちょっと長くします。で、この時にさ、二重幅のこの分かる方向、この終わりかけのさ方向って若干下になってるじゃん。この長さに平行してアイラインの角度を描いていく。ちょっと逆らっちゃうと結構キリッとした印象になっちゃうし、逆に下がりすぎると、まあ、地雷系に近いメイクになっちゃうから、平行に平行に合わせてやるとその目の形に自然になるから、無理やりアイラインを描いてるって感じがしないから、アイラインでちょっと描き方とか角度困った時はこの二重幅の線の角度に合わせてこう平行に引いてあげると結構こうメイクはうまくいきます。でもさ、アイラインを描いてる時になんか自分の利き手の方は描けるんだけど、反対側の目が描きにくいっていう人いるじゃん。そういう時は基本的にこの手のここの部分を顔にくっつけて描くと結構描きやすいです。なんか手を浮かせて描いちゃうと、ホワイトボードを描いてる感覚でバランスが結構悪くなっちゃうので、必ず手をつけて描いてあげた方が結構しっかりブレずに描けれるので、アイライン描くのが苦手だなって人は手のこのね、この側面の方を顔につけて一回描いてみてほしい。はい、こんな感じでできたんですけど、次ね、こちらのディオールのこの色、ちょっとクリアレッドって感じの色なんですけど、これを目の粘膜あたりに塗っていこうと思います。これ結構発色するんだよな。これをこの三角ゾーンのところに、涙袋がまだ描けてないので今から描いていきます。さっき使ったケイトのアイブロウペンシルを使って描いていくんですけど、この黒目の下から、私は基本的にみんな黒目の下メインで描いてるんですけど、目頭のところも若干ね、線を引いてあげると結構涙袋を強調されやすいなって私的に思ってるので、基本的に黒目のところからこの目頭のあたりまでを強弱つけて描いてます。まあ、黒目の下まで濃いのはそうなんだけど、目頭のところをうっすらこうやって線を描いてあげると、ここから涙袋が始まってる感じがしてすごくいいので、みんなもぜひ試してみてください。涙袋をかけたんですけど、さっき使ったさ、筆系のコンシーラーあるでしょ、これを涙袋の上にちょっとのせます。もう目は結構ナチュラルにしていきます。で、次ビューラー。ビューラーはこの資生堂のやつで根元からしっかり上げていきます。まつげを上げた時にこの目のさ、端っこの部分が全然上がらないとかさ、そういう感じで困ってる人がいるじゃないですか。で、私もそうなんですけど、資生堂のね、部分用マスカラっていうのがあって、ちょっとちっちゃいバージョンなんですけど、これ最近買ったんですけど、これがものすごく良くて、普通のやつと比べたらこんな感じなんですけど、このちっちゃい用のやつで上がりにくいところを上げると結構ね、均等に綺麗に上がるので、どうしても上がらないっていう人はこのビューラーのね、部分用のやつを使ったりだとか、あと最近だとホットビューラー流行ってるらしいね。私は使ってないけど、ホットビューラーとか使うのも全然ありだと思う。なんかさ、インスタグラムとかでさ、可愛い女の子とかって結構まつげ長いじゃん。あれってまつげく？それとも自まつげ？なんかあんなに綺麗にならないんだけど。でも、顔の中で一番パーツで大事なのってまつげと眉毛だと思うの。だから色味とかも結構大事だと思うけど、やっぱり素材一つ一つのバランスが結構大事だなって思うし、それをどれだけケアしてるかでその顔の見た目が結構変わってくるから、まあアイシャドウとかを結構変えるよりかは、一個一個のパーツを育成して自分に合ったものを使ったりとか、そういうのをした方がなんかメイクとかはナチュラルでも映えるんじゃないかなって最近思い始めた。今部分用マスカラ使ってます。
なんか直角に曲がってる感じが嫌っていう人は本当に資生堂のビューラーがおすすめだと思う。私ね、結構ビューラーオタクでいろいろ試してきたんですけど、やっぱりあの資生堂が一番使いやすくて、あとキャンメイクとかあとエチュードとかも結構試したんですけど、やっぱりね、なんか直角になるっていうか、こうカックってなるんで、私的にそれがあんまり好きじゃないんですよ。なんか自然な緩いカーブになってるのが好きで、それを一番現実にさせてくれるのが資生堂のビューラーって思ってるから、まあ、直角とかそういうなんか思いっきりビューラーしてますよ感を出したいんだったら、それこそエチュード結構おすすめだと思うけど、まあ、こういう感じで緩いカーブをしたいんだったら資生堂がおすすめです。マスカラをしていきたいんですけど、私下げたくないので、いつもこのキャンメイクのクイックラッシュカーラーの透明の色を使ってます。ちょっとこれ他にもね、色があるんですけど、黒茶色とかあるんですけど、透明のやつで土台を作ってからロリアルのマスカラを塗ってます。私の中で落ちないビューラーはこれしかないって思ってる。ちょっとね、根元の方を持ち上げながら乾くまで待ちます。まつげが塗れたので、次ロリアルのマスカラを塗っていきます。この根元を見たら分かるんですけど、結構繊維が入ってるんですよ。あとこれボリュームと長さがすごい出るので、なんかマスカラしてもまつげの存在感が全然出ないとか、ふさふさ感が欲しいっていう人はこのロリアルのマスカラ使うの本当におすすめする。私が友達の顔にメイクする時もこのロリアルのマスカラを使ってあげるんだけど、今の何使ったのみたいなって言って買ってくれる友達結構います。マスカラが塗れました。アイメイクはこれで終わりです。あとはチークとリップ、ラストスパートよ。ちょっとね、リップを塗ってる間にこのディオールのねマキシマイザーを塗って、ちょっと唇をぷっくりさせたいと思います。もう喋りすぎて喉乾いたし、もう唇がもうカッサカサ。なんか唐辛子と似た成分があるから、ピリピリっていうか、まあそんな痛いようなピリピリじゃないんだけど、ディオールのマキシマイザーはなんかぷっくりさせる成分が入ってるから、お泊まりの時とか、あとなんかちょっと色っぽい感じのグロスをつけたいなって時の土台として使ってあげると結構いいかもしれません。じゃあ次チーク、今回はこのファーシーズっていうんですけど、これを使ってチークを塗っていきます。じゃーん、こんな感じのザ・ピンクって感じの色です。私の多分服の色と似てるかな。ちょっとね、若干ラメが入ってるんですよ。なんかね、見た目はなんか結構クリームみたいな色してるんですけど、触ってみたら結構サラサラしてるから、まあ、つけ心地は軽いかなって感じですね。このほっぺたを広範囲で塗って、で鼻先、この C ゾーンね、チークを入れてわーってなる感じね、しながら、基本的に私チークは広範囲に塗るのが好きです。顎下もしっかり塗ります。真ん中だけちょっと濃くグラデーションになるように。はい、こんな感じでできたらハイライトを塗っていきます。これも同じくファーシーズのやつです。ハイライト本当にこれが一番好き。セザンヌとかみんな結構いいって言うんですけど、私の中ではこれがダントツで優勝。ハイライトのつけ方がすごいさ、しっかりつく上にさ、高く見せてくれるし、パールも入ってるから、イエベブルベ関係なくこのハイライトは本当にみんなに使ってみてほしい。でハイライトを入れるコツなんですけど、この間メイクさんに教えてもらったのが、この目の下に入れるとこっちを向いた時でも分かる、こう横を向いた時に鼻が高く見えるらしくて、だから今回はこの鼻筋 とこの鼻の横、このクマがある部分 と鼻先でしょ、あとここの C ゾーンね、なんかあくまでお風呂に上がったよっていう演出をしたいから、 C ゾーン、この鼻先とかね、こんな感じです。ほらもうツヤすごくないですか。ほらやばくないこれ。本当にハイライトで困ってる人いたらこのファーシーズ本当使ってみてほしい、ツヤがすごいの。はい、じゃあこんな感じでちょっと次リップ塗っていきたいと思うんですけど、先にこちらのアイムミミのミステリーブラーティントを使っていきます。これはフォロワーの子によく聞かれるティントです。可愛いでしょこれ。待って、塗るわ塗るわ、知らない人もいるもんね。こんな感じ、薄付きなのすごい。今回はこの唇の山の部分をぽってりさせたい。こんな感じで塗れたらグロス系をのせていきます。今ちょっと話題になってるアンリシアのやつですね。あのロフトとかにアイシャドウとかグリッターラメ売ってるんですけど、私グリッターラメめっちゃ可愛いなと思って、今日の帰り買いに行こうかなってちょっと思ってるんですけど、それシリーズのアンリシアのねグロスです。じゃーん、今回はピンクを使っていきます。これめっちゃうるうるになるの。
ほら、なんか色もしっかりつくし、うるうるするし、優勝。でもこれ結構落ちないんだよね。多分これはバズるよ。はい、こんな感じで完成しました。メイクの全体がこんな感じです。どう、結構良くないですか？じゃあ着替えてきます。バイバイ。はい、こんな感じで着替えてきました。今日はちょっと、ね、ロングぶりのお団子をしてみたんですけど、どうですか？なんか一応、まあ、お風呂上がりとオフェロっていうか、まあ、若干色っぽい感じで、まあ、いつもとは違うツヤ感をね出してみたんですけど、なんかね、今回使ったのがピンクなんですよ。で、私イエベなんですけど、全然なんかピンクも自分で使ってみて結構いい感じだなと思って、なんかこれからピンク系のメイクをちょっと練習してね、あとツヤ系今回やってみて、ちょっと自分でも結構いい感じだなって思ったんで、ちょっと勉強してみんなに教えていきたいなって思ってます。ちょっと勉強頑張ります。でこんな感じで、あの緩い感じで遅れ毛を出したりとか、あとお団子を作ったりして、なんか丸顔の人とかでもね、こうやって遅れ毛を出すことで結構ね、顔がシュッてして見えたり、あとチークの入れる場所によって結構顔の印象って変わるので、あとは認知を短くしたかったら、この上唇のところにボリュームを与えたりだとか、結構いろいろ活用法はあるので、皆さんもメイク、私のメイク動画いろいろ出してると思うんですけど、それを見ながら一緒に女子力を上げていきましょう。で今回カラコンをつけてるんですけど、チェリッタの、ちょっと忘れちゃったのでまたテロップに貼っとくんですけど、今カラコンをつけてる状態です。結構ねナチュラルなんで、まあ、つけてるの分かんないかなって感じですね。多分近くで見ても結構つけてる感じがあんまり分かんないので、これ着色直径が確か 14.1 だったのでね、結構ナチュラルなカラコンをつけています。はい、こんな感じで今回のメイク動画は終わりです。まあ、皆さんの参考になれたらなって感じですね。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。